おはようございます。2023年11月3日文化の日日曜日。朝時刻6時22分になりました。皆さん良い一日をお過ごしでしょうか良いお目覚めをしておりますでしょうか、えー、今日も変わらずアートの、えー、アートあるいはあのカルチャーニュース読んでいこうかなと思ってますんでよろしくお願いします。PR は飛び出して、飛び出してとか抜き出して、あのー、読みますんでよろしくお願いします。 展示会や閉幕する美術展展覧会、知る人ぞ知るシルクロードの秘宝など、新、新規タブで開いておきます、えー。モノ派のレジェンド、80歳の彫刻家、小清水善さんが目指すもの、世界、えー、見聞、世界、見聞記なんでしょうね。ちょっと見てみましょうかね。3連休に見たい展覧会、ベスト、 17これこの間見,見たやつですね紹介したやつですね「芸術の秋に行きたい美術展え田中一村展」これいつまででしたっけねえと絵画というのでは特にないですかねむき出しの天井に21世紀美術館記念特別展というえのがあるそうですね 東洋経済オンライン限界集落の廃校で絵を描き続ける85歳彼の人生活動資金は年金絵の売り上げ入館料入館料ああいいですねそう、えー、新しいタブで開いておきます、えー、映画ゴジラ最新映画山崎監督それからなぜこの場所に世界的建築家が選んだ、えー、心に残るスポットこないだ AI でこの英語化してるんですけど、英語ポッドキャストがこの記事をしてるんですけど、あの、心に残るスポット6000って書いてあるのに書き間違えて600000みたいな感じで、600もみたいな、どういうことだみたいな思ってましたけど、どういうことかわかりますかねちょっと,ょっと説明が長いんですけど、前、ノートブック ML っていうあのアプリというか、ウェブサイトで、今ちょっと英語の男女の掛け合いのポッドキャストを AI に作ってもらってましてですね。それもあのチャンネル持ってるんですよね。まあ、多分んまあゼ,ゼロ人だと思うんですけど。まあ、興味がある方はぜひ。ではでは、現代アートフェアアートコラボレーション京都行われるんですね。それから、ポッドキャストですね。えー、人気ポッドキャスト番組で語られた二人の女性が見ている 財布を3つ持つのは多すぎるのかなんでしょうね。え、それから、格やっぱね、ポッドキャストを検索しても大手に引っかかるだけで、ちょっとね、ポッドキャストアワードってありますけど、そのなんか、入賞者にの句を聞いてみるっていうのはいいかもしれませんけど、まあ、どうなんでしょうね。まあ、地道にやっていきましょう。今週の格言。 ブリーダーズカップは本場アメリカのハイペースに耐えられるかが鍵。ブリーダー、ブリーダーズカップ。犬のブリーダーですかね。すべての患者から何かしら学ぶことがある賛否は臨床ニュース。なんだろう、う格言。えー、音楽。えー、劇と音楽が交差した感動と余韻のツアー M。 スター・ウォーズ、インディ・ジョーンズなど映画音楽界の生ける伝説あ。昨日はまた映画大好きポンポンちゃんをちょっと早送りで見、ちょっと早送りしてみたんですけど。いや、いいですね。なかなか、コクリエイターは闇がなきゃいけない。なんかこう、なんか体育会系で、まあでもそれも偏見な気がしますけどね。まあでも一つの考え方ですね。闇がないというか、こう寂しい人は自分の世界に入り込むから、それで、 あの、クリエーションが、なんか、より深いものになるっていうふうにおっしゃってて。おっしゃってていうか、あの、表現の中でポンポちゃんが言っててですね。なんか、おーっと思いましたね。ファッションはメイン使いできる薄型トートの話昨日見たやつですね。で昨日、あの、ルミネミーツアート、ミートアート、ルミネアートフェアで行ってたんですけど、 まあその,あの関係の方が、有楽町ルミネに、あの、の方も、ええのもいらっしゃっていて、昨日見たトートバッグ、ね、あの、シゾーンでしたっけあの、あ、ルミネ、有楽町だな、なんて思いながらお話しさせていただいたんですけど。ええ、まあ、それどうなんて話ですけどね。東京、ファッションクロッシング、開幕。 ファッションクロッシング東京都が参加するファッションフェスタ2024年は、えー、産業いや、東京都のこのテこ入れはどう動くんでしょうね。本当にありがたいですよね。はい、えー、このまま寄り進すんでもいいんですが、えー、もう一個の記事に、あのー、言ってですね。 読んでいきましょう。え、これ Google ググマップと、これは昨日読んだやつかな。おかしいな。えー、こっちかなね、ジェミニとグーとグ Google マップね、一緒になって、ジェミニー AI ですよね。えー、コストコ、コストコメルマガクーポン。チェックするべきオスとスメス商品。あと TBS の熱狂マニアさん。 それからスタバ新作、マカダミアホワイトスノーチョコレートフラベチーノな。ああ、でもうまく言葉で冷やしやすいタイトル。イベント。あでもなんかほら、スタバの売り上げなんか、アメリカ本土ではちょっとさ落ちてるみたいな。どうやって復活させようかみたいなことで新しい社長を招いたみたいなことに言ってましたけどね。あ、それからなんだっけな。昨日の新聞で面白いなと思ったのは、アップルポッ、あの iPod あアップルポットプロ2で補聴器になるって話はちょっとやったんですけどあと1個、まあ、思い出したら話しますえ文化の日に無料で楽しめるイベント19選関西大雨で3連休のイベントも中止佐賀バルーンフェスタは完水えそれからウォール街のイベントリスク高水準ウォール街、えー 祭り、ねぶたや出汁が練りやなく、北本祭りが開催。それから花火大会にも存在の危機、祭りとお金、物価の人件費高騰が夏の風物詩を直撃。どうなんでしょうね、本当に。確かに。こういうニュースも面白そうですけど、ライブ配信、おはら祭り。どうでしょうね。ノックアウトラウンド、ノックアウトラウンド、J リーグ。楽天、R チャンネル、東京 MX の人気番、 組をサイマル配信だそうですよ楽天の R チャンネルって出てきたんだ知らなかったああそうそうさあの地地の地ってあのアニメの地天道室地道施設のやつですねその漫画がなアニメ化されたされてる始めたすごいですよねもう世界の人に見てもらいたいですよねこれちょっとえどうしようかな確かにこれ うーん、そうか。まあ、いいや。えー、展覧会。芸術の秋に行きたい展覧会。北川民次それから、PR か、これは。えー、っと、映画はなくて、アートは、うん、まあ、京橋のことでね、書いてありますね。グランドオープン、昨日しましたよね。それから、横浜美術館。 の無料エリア一部再開アートと街つながる図書館大幅改修でトリエンナーレ会場となった後再び閉館していた横浜美術館あっそうもう一回あの閉じてたんだね図書館良かったですけどね開き直したのかなどうだ一応見ますか東京新聞さんの記事ですけどバックグラウンド開いておきますえっと建築は その構造を木造にしませんか木造建築の新時代を変える琵琶湖大津経済新聞に木造建築リアルセミナーというのがありますね。それから東海ニュースですけれども、えー、天気のことですね。美術館はモネ、スイレ蓮の時とかですね。国立近代美術館では埴輪と土偶の時代。 それから今週末のは何かないかな。アイドルマスターとかですね。紅葉の見頃の場所とか。目覚ましメディアでは、あやさ、あやさライブツアー大阪名古屋でいよいよ開幕。あやさ。バイオリンの枠を超えた音楽を生み出すあやささんみたいですね。健康。健康は、健康保険証廃止まで1ヶ月。 何が変わるみたいなニュースがありますけどあとはミュージック系のニュースはですねマイケルがお茶の間にいた時代えっとスリラー爆売れの裏にあったポップミュージックの転換点これ面白そうな記事ですねそれから BMW M3, GT2, アートカージェフ・クーンズ。これなんで、ハイ、ハイハーバー。もうなんか結構 BMW ですね。新宿のニュースには、ん。新宿御苑。昨日新宿御苑の前通ったんですけど、いや、結構たくさんの方いらっしゃってましたね。綺麗ですよね、新宿御苑。素敵な観光地になってますよね。 とシリーズ、コラボカフェ、カラオケ招き猫、物語シリーズ、人気原作のけえ化け物語っていうのがありますか ?12 月8日までコラボ開催だそうですけど、はい。それから、行ってきた。 えー、川越市、つけ麺、じゃあ、つけそば、もつに中地に行ってきた。はい。ぜひ、お近くの方は、どうぞ。ファッション。大谷さん、アナに聞きたい、日本のストリートファッション、どう思うアナって誰だろうね。防具の編集長、アナミンターが街行く人から説明に答えるシリーズ、Go ask ア,アナ。こんなのあるんだ。YouTube ですね。 え冬に役立つファッションアイテム、ウィンターファッション、パークプレイス大分。今年のウィンターファッションは皆さんどんな装いなんでしょうね。旅ライターがおすすめできる便利なお出かけアイテム10選ダイソー。それから、渋谷周辺のニュースはこれくらいですね。では、ピックアップしたニュース、の斜め読みから深読みに入っていきます。いけるかな時間大丈夫かな皆さんありますかね 腰光、えー、善さんですね。大阪万博に向けてテクノロジーがもたは,もたはされた時代に我々は疑問を感じていましたというような記事がありまして、4ページにわたる記事ですね。あ、ちょっと別の記事に行ってしまいました。次行きます。えっ、ー、と、今週末おすすめですね。文化の日に楽しめる展覧会と書いてありまして、何がありますかね。な1ページしかないですね。これ 次は、は限界集落の廃校でというのもありまして、よいしょ。85歳の彼の人生、東洋経済の記事がありますね。えっと、9ページにわたる記事だちょっと長くて読めないんですけど、場所はどこなんでしょうね。山梨県の最北端近く、三日月山を望む限界集落に、 学科は情熱をもなし続ける人がいるというふうに書いてあります、えー、活動資金は入館料だというふうに書いてあるのでぜひよくこれピックアップしてあれですねうん誰もが参加できるファッションイベント東京ファッションクロスシングまもなく開幕というのが 11月 23, 11月23、えー、新宿住友ビル三角広場で開催されるそうですね。目的は、11月23日土曜日12時30分開幕。誰も参加できる。どういうことでしょうね。東京都の開催のイベントですね。ファッションやアパレルを楽しむということですね。次は、うん。 高松市の香川県立ミュージアムで開かれている美術作品にまつわる疑問という展覧会がピックアップされていますね。RNC ・西日本放送ですね。では、そこに来ているニュースの深掘りですが横浜美術館の無料エリア再開あ横浜美術館の無料エリア。う えっと、ガイドツアーも3日まで開かれるみたいですね。10時半と午後2時の2回開催されるそうなんで、ぜひ、横浜美術館行ってみてくださいで。アエラドットでマイケルのスリラーの夢にあったポップミュージックの転換点という記事がありまして、それはボーダレスだった時代。 世界的に大きな生まれ流れが生まれた1984年と書いてありますね。b a l in the USA とか3ページにわたる記事で書いてあります。はい。えー、あの転換点の熱狂こそが今世界が求めているものではないだろうかと締めくくってますね。BMW ジェフ・クーンズのアートカーのことが書いてありますね。なぜ突然これなのか。何年か前のプロジェクトですよね。 不遇に役立つファッションアイテムというので、あれあんま乗ってないかな雑誌があるのかなこれは。ガーデンウォーク、グローバルワーク、パークプレイス大分の日ですね。はい。じゃあ今日はこんな感じでニュースをお届けしました。皆さん、良い一日をお過ごしください。では、ボンジョルネ、アビアントまた、彫国家のでした。